皆さんこんにちは、真実を語るクロコです。最近は火水金土の週4配信にしておりますが、なんとかペースを死守しておりますので、火水金土はクロコの動画だと覚えてくださると嬉しく思います。そういえばですね、先日とあるカフェで怪談やオカルトについて熱く語っているお綺麗な若い女性二人がおりまして、たまたま背中合わせの席だったので会話が耳に入ってきたんですよ。やっぱり都市ボーイズがいいよね。そうだよね。あ、でも最近いろんなところでコラボしてるあの人も良くない？え、誰？この段階でちょっと黒子は期待したんですよ。確かに先月たくさんコラボしましたし、怪談も話し始めましたからね。来るかと心臓バクバクで待ち構えてたんですよ。そうしましたら、あのさ、イケメンな人、国沢さん、わかる？いいよね。さて、本日は虫封じについてお話しさせていただきたいと思います。なかなか専門的なお話になるのですが、ぜひお付き合いください。スコーピオンウォッカでも飲みながらリラックスしてお楽しみください。それでは参ります。虫封じ。それではまず視聴者さんから届いたお便りを拝読いたします。真実を語る黒子さん、黒子ちゃん、こんにちは。ハニコと申します。黒子さんはご存知だと思いますが、虫封じの体験談を送ります。私が20代で会社員の頃の話です。退社後、会社の弓道場で練習していた時のこと、大先輩の方が私を見ると、虫がいそうだなと言いました。何のことか尋ねると、勘の虫ってよく言うだろう。大人になっても持ってるやつもいるものでな。昔はよく頼まれて虫封じをしたものだよ。そう聞いたら、私にもやってほしいです、とお願いしました。今日はできないから、後でね。後日虫封じをしました。なんだかおまじないのようなことをした後、私の手のひらを墨汁できれいに塗りました。虫がいたら手のひらが出てくるから、とのこと。こんなんで虫が出てくるわけないですよ、と言ったのですが、時間が経つにつれて手のひらに白いゴミのような毛糸のようなものがちょろちょろっと出始めました。埃が乗っただけじゃないのと思いましたが、人によって白いものが全く出ない人もいました。虫がいると思ったけど、思ったよりも多かったな、と言われました。こうすることで穏やかになるそうです。虫出しでしょうか。勘の虫の虫封じはいろいろあると思います。黒子さんの見解もお聞かせください。早瀬さんとのコラボを楽しみにしています。今後のご活躍も楽しみです。ではまた、ハニコより。素晴らしいお便りでございました。ありがとうございました。こちらはセカンドチャンネル、黒子ラジオでも簡単に触れさせていただいたのですが、メインでも取り上げさせていただきます。まずすごく大切なことなんですが、虫封じ、勘の虫に焦点を当てるというのは、日本の虫勘、虫像を明らかにすることでして、日本人の心のありよう、身体感、さらには人間感を探ることに直結します。ちょっと急に何を言ってるのかわからなかったと思うんですが、例えば道端でよく見かける庚申塔や、蚕を祀るお社、はたまた虫の知らせや、言葉で言えば虫の居所が悪いとか、生活に根付く虫は意外と数多く確認できるんですよね。つまり虫を学んでいくと、日本人の文化の一側面への理解が非常に深まるということなんですね。そういった虫観の中から、まずは虫封じについてお話をしていきます。そもそも虫封じとはという部分から触れていきましょう。虫封じは別称に虫切り、缶切り、缶封じなどがあり、これらは若干の差こそあれど、基本的には全て同義と捉えていただいても大きな問題はございません。虫封じは読んで字のごとく、虫を封じることで、この虫こそ缶を起こすとされる缶の虫の張本人です。ですから、虫切り、缶切り、虫封じなど、虫自体か、虫が起こす作用、勘を切ったり、封じたりするわけです。今回のお便りもそうなんですが、それらはいわゆる民間療法と呼ばれ、仏教、神道、民間祈祷者などの宗教的な療法とは一応の住み分けはされています。
そしてこれらを合わせますと、非常に膨大な量の虫封じ情報が確認されます。しかし、缶の虫という概念そのもの、缶の虫とは何なのかという情報は意外なほど少ないのです。つまり何が言いたいかと言いますと、缶の虫は正体不明な部分が非常に多いんですね。これちょっと面白いですよね。例えば魔除けの動画でもご説明いたしましたが、魔除けは魔を避けるもの、邪気払いは邪気を払うもの。対象がわかるからこそ対処ができるんですよ。これはピッキングも一緒でして、鍵の構造や外し方がわかるから開けられるんですね。しかし缶の虫はそれ自体が非常に不透明なのに、虫封じなどの対処法が確立されているんですね。ただ間違えてはいけないのは、ここで言う虫については、例えば更新信仰の三種の虫など、特定の虫に関わる文化や信仰であれば、おおよその信仰形態などは情報としてつかめますが、不透明なのは便宜上虫と呼ばれる何か事態です。魔除けは魔を避けるもの、邪気払いは邪気を払うもの。では虫封じは、缶の虫の正体は不透明。これ面白いですよね。一説には日本人が虫と呼ぶそれは魔、汚れ、邪気などの宗教的な忌むべき概念で、虫という形で表現しただけとの論もありますが、皆さんはどう思われますでしょうか。意外かもしれませんが、この虫の主戦場は子育ての現場です。と言われましても、今子育て中の親御さんたちにとっては、缶の虫はもはや聞き馴染みのない言葉になったかもしれませんし、缶の虫って何ですかという方も多いかもしれません。元来缶というのは子供の様々な症状、乳児の異常行動の俗称を指す言葉なのですが、いや守備範囲広すぎでしょうと思いますよね。子供の様々な病状ってもう言ったもん勝ちですからね。逆に虫さんサイドがかわいそうな気もいたします。子供の様々な病状、乳児の異常行動の俗称、古来からそのような状態を起こすものが体内にいると考えられており、それこそが虫であり、なぜここで虫だったのかというのが前述の日本の虫観、虫像なのです。昔は虫封じとして小児針がよく利用され、治療院がたくさん存在していましたが、昨今ではもうなかなか見ませんよね。それこそ医療行為の範疇ではないという認識が当たり前になっておりますし、お寺でも神社でも民間祈祷者でも少しずつ虫封じが減少してきています。祈祷が隆盛した数百年前から、健康保険がまだ普及していなかった時代、ご祈願やお祓いを除き、当時の医学の立場から一定程度有効と考えられる民間療法が多く残されており、宗教差や地域差はもちろん、小さく見れば各家庭ごとの虫封じがあったりもしたんですね。もっと言いますと、自社のするそれは医療行為でもあったのです。そして肝については、食事性中毒症または消耗症、消化不良の可能性もと、かなり曖昧な説明があるかと思うと、別のところでは栄養不良から来る種々の疾患、肝の目といい目が見えなくなるという情報も確認されます。中国の遺書によると、肥肝、つまり慢性の消化器障害や腹部の膨満、そして異常な食欲などを示す状態を言いますが、日本の場合は前述の通り、肝の虫と言われるのは夜泣き、過敏性、引きつけなど、家庭内の静けさを過度に乱すと感じられる逸脱で、これを異常または病気として虫封じ、肝抑えなどの治療の対象とするのです。つまり一言で言えば、肝とはよくわからないものに立ち向かった歴史なのです。ここまで簡単に虫封じと肝の虫、虫とは何かについて触れてまいりましたが、ここからは実際の進行形態について触れていきましょう。お便りの中では、おまじないの後に手のひらに墨汁を塗る、こういった流れで虫を出しておられましたが、これは厳密に言うと虫封じではなく、俗に虫出しと言われる工程です。 1. 虫を確認する、 2. 虫を出す、 3. 虫を切る、 4. 虫を封じる。虫封じはざっくり分けるとこの4工程を踏むのですが、
今回のお便りは1でおまじない、2で墨汁という流れで、これぞ民間療法といった形式です。多くの場合、3、4は宗教的な儀式を伴う場合がほとんどなので、普通の会社の先輩がされることはほとんどないと思うんですよね。でもよくよく考えると、このお便りの先輩はなかなかの強者ですよね。藤岡弘さんみたいなお姿を想像してしまいました。ではここからは、先ほどの1から4になぞらえて、実際に現代でも行われている虫封じを1種類解説していきます。今回ご紹介するのは仏教系の虫封じのほんの一例でして、現代でも虫封じをされている僧侶の方に過去に直接お話を伺った内容ですので、宗派などの具体的な情報は伏せさせていただきます。ご了承ください。では参りましょう。1、虫を確認する。虫を確認するには当然体のどこかを経由するのですが、多くの場合は特定の指、手のひら全体、額、首の後ろ、口の中などです。実はこれは間が出入りする場所と類似しておりまして、間が具体的に虫と呼ばれるのは面白い発展系ですよね。そして今回ご紹介する虫封じでは、額、おでこで確認いたします。まず額に経文など秘伝の情報が書かれた語符を押し当て、虫の確認のための祈祷を施します。ここで虫がいれば、語符に書いた字の墨が滲んでくるというものです。これはかなり興味深いですよね。語符がリトマス試験紙のような役割を果たすということなのですが、あ、変わった変わった変わったみたいに興奮しちゃいそうですよね。2、虫を出す。次に1で反応した語符に虫を移します。つまり人体から額を経由して語符に引っ越しさせるんですね。物理的に虫が存在するかどうかは重要ではないようで、目には見えずとも1で反応した以上、それを移すのは概念的にはそう難しくないと言われています。というか物理的には確認できない場合がほとんどだそうでございます。そして肝心のやり方なんですが、かなり秘匿性の高い情報のようでして、取材時には当然全てはお話しいただけませんでしたが、理屈で言えば仏像やお墓、位牌などの仏具の魂入れと同じ理屈だそうで、虫という概念を語符に移していく作法をお経と共に執り行うとのことです。専門的には先座とか戒厳が近い概念なんでしょうかね。結構難しそうです。3、虫を切る。そして語符に引っ越してきた虫さんは語符ごと切られます。ここが黒子的には面白ポイントなんですが、2では虫が物理的に存在しなくとも関係ないようなんですが、3では語符ごと実際に切るんですね。そして切る時のおまじないがあるんですが、かなりマイルドに要約すると、虫さん地獄に落ちろなんですが、結構ショッキングな内容でして、とても令和の世に電波に乗せていいものではないので、お伝えを控えさせていただきます。ちなみに使うのはハサミで、正方形の語符を斜めに半分に切ります。4、虫を封じる。そして最後の虫を封じる工程です。当然ながら虫封じはここが一番大切なので、その分秘伝が多いのですが、3で切った語符をきれいに重ねて三角形にします。そしてそこへ釘を打つのですが、この時に大切なのが方角です。寺と自宅の位置関係によるのですが、この方法では寺から見た自宅の方角にある境内の木に語符を釘打ちします。そしてまたここでもおまじないがあるのですが、こちらも相手が虫さんとはいえバリバリ暴言なので、お伝えを控えさせていただきます。ちなみになんですが、語符と釘は1週間はそのまま放置し、毎日お経をあげてくださるそうでして、お経が終わると住職が相応の供養をして処分するそうです。 LINE スタンプ販売中。いかがだったでしょうか。本日は虫封じについてお話をさせていただきました。後半ご紹介した実際の作法は伏せる情報も多く、大変申し訳なく思うのですが、本来お祓いなどの宗教儀礼というのはそういうものなので、ご容赦をいただけますと幸いです。
動画のリクエストやご相談、こんな面白い話題があるよなどなどコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録のお済みでない方はセカンドチャンネルクロコラジオも合わせてぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの感想やグッドボタンお待ちしております。 Twitter、TikTok のフォローも概要欄よりお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。